面白い。はい、ということで本日はジョン・フーンをサブアカで入手したので、ジョン・フーンの性能を見ていきたいと思います。まずスキルなんですけど、ちょっと残念なのが2つのスキルがスキルクールタイムが13秒とかなり長いです。これは本当にもったいないなと感じました。まだ12秒だったらよかったなと思います。でスキルなんですけど、一番上が3秒間スーパーアーマーが発動するのがついてるので、これは結構いいなと思いました。そして3つ目のものは攻撃力がアップしてクリティカル率も上がります。で後で説明するんですけど、コアでクリティカルが発生すると、まあいいことがあるので、で真ん中のはまあまあ威力が高めって感じですね。上と下のはあんまり威力がないんですけど、で今度はスキルの出の速さ等を見ていきたいと思います。まず一番上から、スキル自体の出は結構早めな気がします。でスキル自体は結構もっさりしてるなと感じました。で次の真ん中の技なんですけど、これは飛び道具を消せるらしいです。これですね、下キックから入るやつですね。これが飛び道具を消せるらしいです。そして3つ目のスキル、これはパッと見結構強いと思います。フィニッシュスキルですね、これはモーションが結構かっこいいですね。でスペシャルカードのスキル、これはとても長いので、そこは結構いいと思います。次にコアを見ていきたいと思います。まず上からですね、攻撃された時に敵のパワーゲージを減少させるもの、これは PVP 向きですね。でもう一つが強くて、クリティカルが発生した時にパワーゲージが 5% 獲得できる。このクリティカル率なんですけど、このスキル3つ目がクリティカル率をアップさせるものがついているので、これとの相性がとてもいいと思います。でクリティカルが発生した時にパワーゲージ 5% も獲得できるというのはとても強くて、例えば97のキング、これですね、これもクリティカルが発動した時に、まあ 1% 多いんですけど、パワーゲージ 6% も獲得できます。そしてコア自体にクリティカル率がアップするものがついてます。で結構97のキングってパワーゲージがすぐ溜まってスキルが打てるキャラクターとして結構自分は使ってるんですけど、それと同じような感じでジョン・フーンもパワーゲージを獲得できるコアがついてるので、結構そこは強いかなと思います。で次なんですけど、これはちょっと限定的で、気絶と凍結と石化の状態になった時に攻撃を受けると、まあ、攻撃が 5% を5秒間なんで 25% HP が回復するというものですね。これは本当にすごい限定的で、気絶凍結石化なんで、これが出血とか火傷だったらよかったのになっていうのは自分は思いました。ちょっと気絶凍結石化状態になるというのが結構限定的なんで、でこういうスキルを持ってる敵はかなり強いので、あんまりかなと思います。でもやっぱりこのあれですね、パワーゲージ獲得できるっていうのがコアとしては優秀だと思います。で次にリンクファイターを見てみると、まあ個人的に一番いいかなと思うのが、この94の後になって組み合わせるとスキルクールタイムを減少させてくれるというものがついてるのがいいですね。あと他は攻撃速度アップしたり、でこのキムカッファン以外にもやっぱりアテナとの相性というかリンクがすごい多くて、アテナのリンクがとても多いです。このようにでそれぞれが全然違うものを持っているので、
自分の好みに合わせて変えてあげるっていうのも面白いかなと思います。まあ、個人的には休養アテナと組み合わせてスキルクールタイムを減少させてあげるのがいいかなと思います。自分このサブアカでこの Q4 のアテナは持ってないんで今回はリンクできないんですけど、違うアテナでリンクさせていこうと思います。で次にちょっとおまけなんですけど、このジョン・フーンと一緒に手に入るこのジョン・フーンのオプションカードについて説明していきたいと思います。このカードは取るべきかと言われたら、投げを使うキャラクターを愛用している人は取るべきだと思います。投げスキルで与えるダメージが 10% もアップします。なのでこれはある意味あのスキルが全部投げのキャラクターだと攻撃力 10% アップみたいなものなの でさらにアクティブスキルで与えるダメージも 4% アップなので、かなり火力が出るものだと思います。例えばこの社は3つとも投げスキルなんで、こういう投げが3つまたは2つのキャラクターにつけてあげるとかなり火力が出るので、そこはおすすめします。次に経験値クエストで実際に使ってみたいと思います。でこのジョン・フーンはリーダースキルがそこそこ強くて、韓国ファイターの攻撃力が 55% アップするので、韓国のファイターと組み合わせてあげると結構いいと思います。でこのように韓国籍のファイター3人で今回はやっていきたいと思います。さあ、行くよ。ここには書いてないんですけど、プロフィールを見てもらうとここにちゃんと韓国って書いてるので、このプロフィールで韓国って書いてるキャラクターを組み合わせてあげるとこのリーダースキルが生きてくると思います。これがテコンドー。キムはもちろんのことですね。ここにプロフィールを見ると出身地で韓国と書いてあるので、面白い。で今回この韓国の3人のファイターがいるんで、それぞれのキャラクターの使い分けというかどう性能が変わってくるのかっていうのを見ていきたいと思います。で特にジョン・フンはキム・カッファンとちょっと近いところがあるので、キム・カッファンとの比較もしていきたいと思います。でキム・カッファンのスキルなんですけれども、このようにジョン・フンと比べるとデアあとスキル自体のスピードがちょっと遅めかなというふうに思います。逆に言えばジョン・フーンはキム・カッファンよりもスキルの出やスキルの速度はちょっと早めに設定されているのかなと思います。改めてもう一度見てみたいと思います。やっぱり早いですね。キム・カッファンよりもジョン・フーンの方が全体的にスキルの出が早いような気がします。ただこの3つ目のスキル、これが最後叩き落としになってしまうので、これがキム・カッファンと違ってちょっと使いづらいかなと思います。なぜなら敵を地面に叩きつけてしまうとスキルが繋がらないからです。これがテコンドーです。でキム・カッファンの3つ目の技なんですけど、このように浮かせてくれるのでこの後に攻撃がつながるんですよね。なのでここら辺は、まあ、技の構成を工夫してあげる必要があるのかなって感じですね。で実際にこの3人のメンバーでまずは経験値クエストをジョン・フーンでやってみたいと思います。レディーゴー。難しい。
ですよ。無駄ですよ。認めますよ。 You win! 張噴を使ってみた感想としては、パワーゲージがかなり溜まるのが早いなと感じました。次に張噴の通常攻撃だけにスポットを当ててみて、通常攻撃がどのようなものかというのをストーリークエストで見ていきたいと思います。始めましょう。ファイト。見えてますね。無駄ですよ。無駄ですよ。無駄ですよ。見えてますね。努力は認めますよ。You win。次にメイリーとキムカッファンの通常攻撃と比較してみたいと思います。今回使用した3人の韓国のファイターの中では、ジョン・フーンが通常攻撃だけを見るとまあまあ強いかなと思いました。最後に韓国籍のプレイヤー3人を使ってエピッククエストをやっていきたいと思います。無駄ですよ。無駄ですよ。万劇さん無駄人私の出番のようですが、満月さん見えてますよ。おお、努力は認めますよ。 You win。 Ready Go。 空差人満月だ。見せてあげましょう。空差人の手順を本気で。 Wait。
の全てをかけて最後に総評として、ジョン・フンはなかなか使いやすいキャラクターだなということが分かりました。